国鉄滝1100系貨車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍している私有貨車である。本形式は、2硫化炭素専用の35トン石炭貨車として1967年10月3日から1982年2月4日にかけて12ロット24両が、 川崎車両と日本車両製造の2社にて、製作された。記号番号表記は、特殊表記符号、公前置し、小滝と表記する。本形式の他に二流化炭素を、専用種別とする形式は、多1500系、多1600系、タム200系、タム5900系、タサ2200系、タキ5100系、タキ5150系の7形式がある。 落成時の所有者は、四国火星工業、昭和工業、東洋火星工業、日本陸運産業の4社であった。1987年12月15日に、東洋火星工業所有者2両が四国火星工業へ名義変更された。1992年4月に、昭和工業所有者6両が、東レファインケミカルへ名義変更された。 1997年4月から1999年6月にかけて給料が日本流炭工業へ名義変更された。ドーム付きな大野ぶつ,つ型のタンク体は耐抗性高調力構成で厚さ5 0ト、mm、ルのグラスウール断熱材を巻き薄鋼板製の木瀬が設置された。二役方式はタンク上部にある積み込み口または 液出入管からの上入れ、液出入管と水圧管による上出し式である。液出入管と水圧管は S 時間を装備した。1979年10月より化成品分類番号を年読36が表記された。車体色は黒であり。 全長は一万千三百ミリメートル、全幅は二千五百三十五ミリメートル。全高は三千八百六十六ミリメートル。台車中心間距離は七千五百ミリメートル。事業席は二十八点七立方メートル。地上は十六点八トン。換算量数は、席車五点零、空車一点八であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR 四十一 C。 tr41e-12 tr41e-13 tr225 から1 tr213c である1987年4月の国鉄分割民営化時には全社が JR 貨物に継承され2010年4月1日現在6両が在籍中である各年度によるロット別製造会社と両数は次の通りである 電気車研究会、鉄道ピクトリアルナン、no. バー840、増刊鉄道車両年間 P107。ありがとうございます。